やっとモーターのコイルが温まってきたとこなんじゃない？この不思議ちゃんが！アナキッタ仮面。どうも皆さん、おはこんばんちゃら。現代最強チャリンコ YouTuber、グッドロッキングガイ、新アナキッタ仮面のおじさんだよん。そんなわけで今回は、ロードバイクの右直事故、大怪我、原因、なぜなぜ、そんなお話ししていこうと思うんでね、最後までご視聴よろしくマーベリックです。で今回この右直事故をね、語る前に、ロードバイクの事故どんなものが多いのか、ロードバイク事故7選まずはね語っていこうと思います。その1、出会い頭の事故。子供の頃からね、自転車に乗っている、ママチャリに乗っている我々、大人になって、高校生ぐらいになってロードバイクデビューをします。そんな時ママチャリ時代、この道路にね、道路表示で示された止まれ、そして道路標識で示された止まれ、完全に停車をして、左右の安全を確認した後に、リスタートするっていう人、そんなに見かけないんじゃないかな。街中でも全然見かけないよね。それをロードバイクでやってしまうとやっぱり重大事故になる手ぐらって話、マーベリックなんだよね。大通りや優先道路に面する路地からロードバイクが一時不停止で侵入した場合、死亡事故につながる可能性大って話、マーベリックなんだよね。その2、左折時の巻き込み事故。これは僕の動画の中でも結構起こっているよね。事故には発展してないけどね、危険予測しているんで。で、原因としては、このようにね、直進をしている自転車に対して、強引にこの自転車を追い抜いて左折をしようとする車。で、ギリギリでね、追い越し、追い抜きをするがゆえに、自転車に乗っている方は、この左折のウインカーに気づかずにそのまま直進しようとする。減速をせずに直進しようとする。ということは、直進しようとする自転車、そして左折をしようとする車、接触事故をね、起こすわけです。スピードが出ていれば出ているほど、本当危険な状況に陥る、このね、左折時の巻き込み事故。この事故を防ぐ方法は、交差点手前で強引な追い越しをする車に出会った場合、こいつ左折するかもしれないって思ってね、減速するのが思考の領域って話、マーヴェリックだよね。その3、右直事故。この事故は交差点を直進で通過しようとしている自転車に対して、その対向から右折する車、どちらに過失があるかはね、ケースバイケースなんですが、そのようなロードバイクが直進しているような場合に、右折の車が突然目の前に現れる理由、それは自転車がね、遅い乗り物とね、決めつけているドライバーが多い。そして見た目的にも、そんなに速く見えない。そんな目の錯覚を起こしている右折ドライバー。行けるだろう、大丈夫だろうと見切り発車することによって、直進車両の自転車、ロードバイクと車が衝突するって話、マーヴェリックだよね。逆にロードバイクが原因の場合は、左折待ちの車の脇を猛スピードですり抜けしたことによって、右折の車から直進のロードバイクが見えず、直進車両ロードバイクと右折の車がぶつかってしまう。大事なのは危険運転をしない、安全確認、そして危険予測スキルを磨くって話、マーヴェリックなんだよね。その4、信号無視。これはロードバイクが信号無視をする場合もあれば、バイク、トラックが信号無視をして、衝突をするっていう場合、いろんなパターンがあります。防ぐ方法は、信号を守ること、これに尽きるよね。さらには、自転車に乗っている時はね、周りの交通の音、爆音の車がありえない方向から聞こえるって思った時はもう減速をする。仮に自分がね、通過しようとしている交差点の信号が青だったとしても、変な音、違和感を感じたらもう減速して、周りのね、危険に意識を傾ける必要アルテグラって話、マーヴェリックなんだよね。その後、対向車線へのはみ出し。これは峠行く人は結構見かけるんじゃないかな。僕も結構見かけます。それはロードバイクに限らず、オートバイね、スポーツタイプのオートバイに乗っている方が、アウトインアウトで走行していると、オーバースピードでセンターラインを越えて対向車線に飛び出てしまう。運が良ければ飛び出してね、修正すればいいだけなんだけど、運が悪ければ対向から同じ速度以上でね、車やバイクが向かってくる。ということは、こっちが時速50キロで下っている中、時速50キロで登ってくる車がいた場合、ぶつかった場合、100キロの衝撃、
もう肉片案件って話、ヘルメットなんて役に立たないって話、マーヴェリックだよね。道路標識に定められた制限速度を守る、あとは道路の設計上の最高速度を意識して走行する、これに限るって話、マーヴェリックだよね。その6、トンネル。トンネルで事故が起こる原因はやっぱり、暗くて狭くて道がデコボコしている、路面が濡れていたりする、まあ事故を起こすための悪条件がね揃っているってこと。まあロードバイク遠征するとねトンネルのルートあるんだけど、できれば、トンネルのルートを外す、まあどうしてもそこを取らないと目的地にたどり着けないのであれば、まあ明るいライトを、確実に装備し、そして点灯させる、これがね大事って話、マーヴェリックだよね。その7、自動車の追い抜きによる接触事故。まあこれもね、地方であったり峠遠征する際に、まあ自動車よりもね圧倒的に遅いロードバイク、なめてんじゃねえぞ、まあ、そんな中車と無意味に張り合ったり、まあ無駄に進路妨害することによって車のドライバーイライラして接触事故を起こす、接触事故に巻き込まれる原因になるって話、マーヴェリックだよね。予防方法は譲り合いの精神、大事って話、マーヴェリックなんだよね。フォーイエス、これを学べば君も事故を起こさない有料サイクリストになれるって話、マーヴェリックなんじゃない。イエー、うっうっ、おう、ホーリーシット、早速右直事故の原因とエンカウント。まあ直進車両のロードバイクがねこのようにブレーキで減速する、まあ普通だったらありえないことですよね。でこれが起こった理由はやっぱりロードバイク、自転車は遅いって思われている、そして目の錯覚で、まあ、遠くから迫っていた自転車が、あれだったら、右折しても大丈夫だなって思われて、見切り発車で右折をしてしまったがゆえに起こった出来事。逆になぜ、事故が起こらなかったかっていうと、まあ、この新荒北画面危険予測スキルが高かったから。これさっきのねシーン何回も見てもらうと分かると思うんだけど、僕も交差点手前に入る段階で、もうペダル緩めて止めてラチェットになってますよね。減速の体勢に入っていて、そしてブレーキングをしている、まあ、交差点進入する前から右折車両がいることを、目視で確認している。これワンチャンこの距離感だとあいつ右折してくるな、横断歩道に歩行者さんいるからあいつ途中で目の前で止まったりするな、するかもしんないなっていう危険予測をしたからこそ減速をした、事故が起こらなかったって話、マーヴェリックなんだよね。ゴールド免許を保持した新荒北画面最高かよって話、マーヴェリックなんだよね。ロードバイクで、事故を起こさないために、交通事故に巻き込まれないようにするためには、まずは道路交通法を学び守ること、そしてさらには、まあ、我々がね交通法道交法を守っていても、ドキュンとエンカウントすればね事故に巻き込まれる可能性があるので、何か違和感を感じたときは最大限の危険予測、これで交通事故のリスクかなり下げれるんじゃないって話、マーヴェリックなんだよね。